ミオリオ、ベオグラードでの2008年大会にて、サンマリノのユーロビジョンソングコンテストでは、サンマリノにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。サンマリノは2008年大会で初めてユーロビジョンに参加した。2007年6月、サンマリノの放送局、ロディオテラビスヨネデラレイプーブリーコディサンマリノは、近い将来にユーロビジョン大会に参加したいとの意向を表明し、 全ては株主、特に1997年大会から大会に参加していないイタリア放送協会次第だとした。5ヶ月後、SMRTV はベオグラードで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2008への参加の意思を確認した。初参加となった2008年のサンマリノの代表曲はミオディオによるイタリア語の楽曲コンプリスであった。サンマリノは ユーロビジョンに新規参入した50カ国目の国となり、準決勝では5番目に登場したものの、わずか5得点を得るに止まり、決勝への進出はかなわなかった。この年の大会で優勝したジーマ・ビラーンはしかし、その優勝ツアーをサンマリノで終えた。SMRTV は当初、モスクワで行われる2009年大会への参加を計画していた。サンマリノ文化大臣は、 2008年大会の直後に声明を発表し、再度の参加に良い希望を持っているとした。しかし、SMRTV は2008年大会を振り返り、年末までに2009年大会への参加について決定するとした。2008年の参加成績が良くなかったために、SMRTV が2009年大会への不参加を考えているとの噂が流れた。しかし、 SMRTV はその噂を否定し、2009年大会への参加意欲を表明した。しかし最終的に SMRTV は大会参加の手続きを済ませていながら不参加を決定した。これは前年の結果が良くなかったためではなく、SMRTV の資金難によるものであった。サンマリノはユーロビジョンソングコンテスト2008では決勝に進むことができなかったため、 決勝において他国から得点を受けたことはない。決勝に進出できなかった国も他の決勝の参加者たちに得点を与えることはできるため、サンマリノから他国への得点のみ記載する。サンマリノから高得点が送られた国々、サンマリノに高得点を送った国々、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。